ちゃこんにちは。さあ、豊さん、はい、前回は開幕して豊さんが高評価というふうに押した選手、はい、野手編をお届けしましたが、はい、今回は投手編です、はい、まあ、セパ通してになるんですけれども、はい、早速いきますか。もう言っとくけどさ、うんうん、みんな球速いな。いや、もう時代がね、違いますもんね。一昔前とやっぱのんびりした時代を過ごしたらよかったな。豊さんの時って大体平均いくつだったんですか。平均にすると140ちょっとぐらいじゃない。140半ばから後半出たらすごいな。いや、だから半ば出たら早いなっていう、少し早いなっていう感じだけど、うん、150だったらもう珍しかったからね。いました、あの当時。いや、いたいた。それは150キロ投げるピッチャーはたくさんいたよ。あ、そうだったんですか。そりゃそうだよ。江川さんだしたって、牧原にしたって。牧原さんもだったんですか、ね、それもちろんそうだよ。あとは中日だと小松とか。あ、小松投手、はい。で、津田恒美とか。あ、津田投手、はい。とか、各球団に何人かいたはずだよ。そうなんですね。いなかったの太陽だけだよ。待って、羨ましいなと思ってたの。思い出したバッターで。羨ましいなと思ってたけど。そっか、対戦しないから。いや、だから俺らが入った時はね、はい、でもそのうちその森田幸喜とか、うん、佐々木とか馬人とか入ってきて、はい、150キロバーンって投げる、うん、よし見たことかみたいな、うん、そんな感じがしたけど、はい、まあ今もう平均が150ぐらいでしょですね。150出さないとっていうところもありますもんね。ああ、はい、前半台は。いや、本当だよ。いい時代。あと球種も多いですからね、今。まあ、ただ大きな変化が減ったな。うん、早い分だけ早い変化が増えたわ。そっかそっか。昔はもう緩急って言って、ドロップって言われてた。なんでドロップっていうのかわからない。確かにありましたよね。あったあった。あと、あのどこでしたっけ、オリックスでしたっけ、星野投手でしたっけ、あの、うん、遅い。それでもね、あれキャッチャーが、まあ、手で取っちゃうんだから、ね、今中島監督がオリックスの。そうだったんですね。カーブが抜けて。ええみたいな。星野がこう、ええみたいな。手で取ったみたいな。手で取んなよみたいな。だけど、それでも勝てるんだよ。だからまあ実だよね。そうですよね。まあ今はね、本当に速いピッチャーとかね、はい、あの球種を多く持ってるピッチャーいますが、はい、じゃあ豊さん、ここまで開幕して高評価のピッチャー上げていただきましょう、はい、まずは DeNA の徳山、はい、お、徳山投手、勢いあるね、うん、いい球筋持ってんな、うん、なんか惚れちゃうよね。そうね。いや、だからその伊勢が、はい、伊勢投手本当にこう出てきた時に、うん、球速っと思ったけど、それに匹敵するぐらいだよ、ね、出来とすれば、うんうん、だから今年の活躍は本当に楽しみだな。だピッチャー、まあ、中継ぎもそうですけど先発もそうですし、あの抜けた人がいた分やっぱルーキーにもチャンスが回ってきて、まあ、そうだな。で実戦でどんどん経験積んでいけるっていうのはいいですね。いや、でももう十分使えるだけの球持ってるからさ、うん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 、だからびっくりするよね。あ、そうだったんですね。まあ、2021年のドラフト2位ということで、こんなピッチャーいるんだな、ファームに。うん、今までね、もっと早く出てきてもよかったんですけど、まあまあ、満を持してというところだったんですね。まあまあそうだな、まあ、トレーニングがうまくいったんだろうな。ですね。さあ、続いて阪神ですけれども、もうね、これはね、もう再三言ってるけど、やっぱ門別いいな。ははじゃないよ。顔はね、ベビーフェイスなんですけど、投げたらなんかね、達川さんの広島で門別投げた時のコメントが俺頭にあってさ、大炎上した時ですね。大炎上した時、うん、いや、だけど、うん、いいわ。やっぱりいいですよね。やっぱこのピッチャー、勝てるピッチャーになってくるだろうなと思うよ。岡田監督が本当に太鼓判を押すだけあって、うん、やっぱりまっすぐっていうところなんですか。あのね、投げた瞬間から速いっていうピッチャーいるんだけど、門別ってね、見てるとね、パンと投げた後、とこうなんか徐々に加速していくっていうような、うん、そんなイメージがあるんだよ、うん、だから初速と終速ってよく言われるけど、はい、初速が速くても終速が遅かったら打たれるって、うん、なんかね、投げた初速はなんかちょっと遅いんだけど、そこからスピードが上がっていくみたいな、うん、そんななんか門別のまっすぐ見てるとイメージしちゃうんだよ、はい、バッターからするともう行こうと思った時にはもう、いやー、もう相当速いと思うよ。だから本当に10勝っていうのはもうするだろうなと思う、うん、まあ、今ね、ちょっとそんな先発の予定で思っていたのが、ちょっと中のロングの方に、まあ、まあそうだな、いろいろいろんな関係で回ってますけれども、はい、岡田監督に
はこれシーズンどこかでまた先発に戻す可能性はあるな、うんうん、最初はまあちょっとね、うん、中継ぎ陣が揃わないっていうこともあるんじゃないのかなと思って、うん、まあ、中でちょっと経験をさせてっていう、うん、まあ、だけど、まあ、絶対将来的にはもう先発行く。おお、楽しみですね。いや絶対楽しみにしといて。はい、わかりました。はい、さあ続いてのピッチャーはこれ鈴木、はい、ロッテの。ロッテの鈴木中継ぎに入ってる左、はい、いいよ、うん、これね、故障するんじゃないかと思う。故障使いすぎ。あ、そのぐらい使いってみたいよ。そのぐらい抑えるよ。あ、そうなんですね。球も速いし、キレあるし、はい、いいよ。まあ、ロッテね、ちょっとチーム的に今ね、なかなか苦しい状態ではある中でも、うん、だし、なかなかこう完投能力があるピッチャーがいないじゃない。はい、必ず中を使ってくるんだけどもさ、うん、まあ、その中でやっぱ貴重な左として入ってるんだけど、うん、これ使い倒されるだろうなと思って。ちょっと気になるんですか。いやいや、そのぐらいやっぱ安定感あるんだよ。これホールドとか何かね、いやもうタイトル取る可能性だってあるよ、うん、いやだけどね、金属疲労を起こさなければいいなって心配するぐらい使われるだろうなってい う、うん、魅力。いや魅力がある。魅力ってどこら辺にあるんですか。やっぱこう速さだな。速いのか、うん、とやっぱこうどちらからない、うん、しっかりしたところを投げる、はい、まあ、そういうところがまあ特徴っていうか、まあ、当たり前なんだけどさ、うん、まあ、当たり前のことができない人がいるからね、うん、確かにたまにね、そうです、どうしたみたいな大丈夫なのかなっていうのはありますけれども、おでこ触りたくなる時あるよね大丈夫か寝ちゃうんじゃないかみたいな確かにありますけど、でもその当たり前のことをきちっと当たり前の普通にできるっていうのが一番難しいことですし、まあ、まあすごい期待できますね、はいはい、さあ続いても北浦、はい、これがまた鈴木とねよく似てるんだよ。うん、速い球が、うんうん、それとやっぱしっかりしてる。あ、コントロールもいいんですね。だから先発も俺できると思うんだよね。あ、先発向きなんですか。どうなんですか。あ、器用だからでも瞬発系なのかなっていうことも思うんだけど、はい、いやだけど彼もやっぱ相当抑えると思うよ今年。あ、そうなんですね、うん、左王国の中で、はい、一番早いんじゃないか左で。あ、日本ハムの中で。いや中で、まあ、見た感じかってことですよね。球速とか、いやいや本当に、うん、まあ、そのぐらいやっぱこう北浦っていうのはいいと思うし、うん、今年多分ブレイクすると思う。楽しみです、うん、さあそして豊さんの後輩になりますね西田ってな、はい、やっぱいいな、うん、あの投げっぷりがいいわ、うん、クイッククイックしてね、はい、なんかコメントではたまに足上げますよって、うん、そうなのかなと思ったら全部クイックだ。全部なんですね、うん、足なんか上げないよコメントに対して。いやいや、コメント気にしちゃってるからね。そうですね、ルナ気にしすぎちゃうから。いやいや、まあそういうのが目についたからさ、うん、上げてない。足上げてないはずなのよ、よく見てくださいみたいな、うん、よく見てるわみたいな見てると俺は仕事だから双眼鏡で見るぐらいですから、こうやってそうそうそう。いやだけど、やっぱ球種も豊富だしさ、やっぱ度胸がいいな。いきなりピンチ背負った場面でも行きましたよね、阿部監督行かせましたけど。もうね、取られたらしょうがないみたいな、中央みたいな野球だから、うん、中央そんなに中央そうなんだ。いやだって打たれたらしょうがないでしょみたいな、うん、行くだけ行きますよみたいな、うん、そういう精神が宿ってる、うん、気持ち。阿部イズムですよね、いわゆる。まあそうかもわからんな、うん、だから投げっぷりもいいし、やっぱ困った時には頼れるような球種もあるしね、うん、はい、まあ、スライダーだとか、うん、だからある程度はまとまってるけども、うん、でもその中でやっぱボールの勢い、キレ、投げっぷり、うん、俺は本当度胸座ってるなっていう風な感じがして、うん、すごくいいね。どうですか、シーズン通して西舘投手、まあ、今ね勝ちパターンの時の7回を任されてますけれども、やっぱりもちろんね、あのシーズン好不調あると思うんですけれども、はい、阿部監督は一貫してそこは変えなさそうですかね。どうなんですかね。そうだな、でもまあ将来的にはやっぱ先発もさせてやりたいっていう気持ちもあるだろうからな、うん、まあ、シーズンどういう動きになるかわからないけども、先発もチャンスがあるのかなっていうふうに、後ろがね固まってきたら、はい、でもなかなかな、後ろって崩せないからね、今シーズンは中で行くのかなっていうのはあるけども、はい、7回から8回に昇格する可能性はあるな。まあそうですね、今時点でちょっと中川投手が打たれているっていうのもありますし、まあ、まあそうだね、でも左も1枚欲しいし、うん、まあそんなにこだわらないんだったら、うん、西舘は8回7回に誰をっていうふうに、うん、まあ、そのぐらいの信頼度は勝ち得てくると思う、うん、
あ、そうなんですね。だからなかなかそんなに1イニング全力であの子が投げたら打たれるっていうことはないような気がする。そんなにとっちらかるっていうこともないと思うし、うん、だから西舘っていうのはやっぱさすがにドラフト1位だけあって、はい、いいね。いいですか、うん、そっか。まあね、こういったところが投手の中で豊さんがここまで高評価、まあそうだね、してる投手ですけれども、まあ投手はね結構下からまた上がってきたりとか波があって、あのまた新しい勢いのある投手もここからね出てきそうですし、まあそうだね、まあなかなかね先発でね、はい、これっていう人たちが、うん、若い子でね、そうですね、なかなかいないから、うん、まあ中継ぎになっちゃったけどもね、はい、大体が、うんうん、だけどまあいずれは先発してきたりだとかさ、はい、そういう可能性を秘めてる選手たち、うん、だからまあ楽しみね。そうですね、楽しみですね。ね、野手編に引き続き皆さんが考えるここまで高評価のピッチャー、ぜひコメントで書いていただけると参考で、まあ、で今年も例えば、はい、去年もやったんですけど、豊さんと2軍にこんないい逸材いますよとか、そう、この選手ピックアップしてくださいとか。2軍戦もたまに見るからね。岡田監督みたい。誰が解説してるとさ、音消しちゃうんだよ。何ですか？遊んでるやつがいるから。誰か分かるやろ。分かります。ねえ、もう2軍だけど真面目にやれって感じじゃん。ちょっと言っちゃった。言っちゃった言っちゃった言っちゃった。はい、ぜひか、あいつラジオ体操始めるからね、5回の初日の時。そうなんですよね、大丈夫かなと思っちゃうんですけれどもね。そうそうそう、皆さんも書いていただけると嬉しいです。はい。